スコット・グラビーオフ協定、または、エーロ鉄道協定は1899年4月に、イギリスとロシア帝国の間で締結された中国分割に関わる協定。この合意により、イギリスの長江流域、ロシアの長城以北での鉄道不設権を互いに認めあった。ドイツ帝国は1897年11月に三島省で起こった。 ドイツ人のカトリック宣教師二人の殺害事件を、後日に、公衆案を占領し、1898年3月、公衆案の咀嚼権と沈下を、最難関の鉄道敷設権を得て、さらに、公衆案の背後にあたる三島省を、勢力範囲として、新国に承認させた。新国は、ドイツによる公衆案占領に際して、ロシア帝国に介入を求めたが、 ロシアは1897年12月、長崎港に停泊していたロシア太平洋艦隊を、甲州湾ではなく旅順口へと差し向け、清に対し満州、モンゴル方面における鉄道、産業の独占権と山海間鉄道沿線の港湾の租借権、及び市船不設権を要求した。これに対し、イギリスは北アメリカ大陸に英国艦隊を集結させ、 山海間鉄道への借款供与を承認して、ロシアへの対決姿勢を鮮明にした。イギリスは清市に1200万ポンドの借款を供与し、下関条約で定められた日本への賠償金を肩代わりする代償として、超高流域の不活上とイギリス人による申告の海館における関税管理を要求し、清し側もこれを認めた。さらにイギリスは、 1898年6月には、香港対岸の九流半島の99年間の咀嚼権を獲得し、7月には、異界への25年間咀嚼にも成功した。列強は、日清戦争によってその軍事的弱体を露呈した、新国に、これらの要求を認めさせたのみならず、新国と交渉することなく、列強相互に協定を結んだのである。 ロシアのミハイル・ニコライヴィッチ・ムラビオフ外相は、こうしたイギリスの動向に情報して、山海間鉄道の借還については、ある程度イギリスに譲る一方、1898年3月には、清志より、旅順口、大連湾の25年間の咀嚼権、ハルビンから、両東半島線端部に至る、東西鉄道南満州支線の敷設権を獲得した。 京佐佐ぐ鉄道全図1898年4月、新国は日清戦争因後工事が中断されたままになっていた京佐佐ぐ鉄道3会館、金州間の完成とその新民遁までの延長、そして途中から栄光へと分岐する牛倉支線、建設のための借款を英国資本の香港上海銀行に申し込んだ。イギリス中心工事のクロード・マクドナルドは イギリスの首相兼外相であったソールズベリー公爵に対しもし香港上海銀行が借款の求めに応じない場合はロシアかドイツが引き受ける可能性がありそうなれば深刻な事態を迎えかねないとして速やかに申告の申し込みを受けるよう進言したマクドナルドは対路戦略鉄道としての意義を計算さぐ鉄道に認めており 両党半島をロシアが咀嚼するという状況に、イギリス側も対応しなければならないと唱えた。香港上海銀行は新国からの要望に応じる、意向を示し、新国鉄路走行使との交渉を開始した。交渉は6月初めには、妥結に向かい、予備契約の署名を待つだけという段階に至ったが、ここで、ロシアからの妨害行為が入った。すなわち、 ロキヨシ両国が3月に結んだパブルフ協定の5月7日の追加協定第3条では、新国はロシア以外の国に統制鉄道付近の鉄道建設の許可を与えないことに同意しており、計算サグ鉄道がイギリスからの技術的ないし財政的援助によって山海間から法典に向けて建設されることは、この同意に反していると抗議したのである。ロシアからの抗議にもかかわらず、 新国鉄路総工士は、香港上海銀行の借款予備契約が6月15日に結ばれた。しかし、ロシアは追加協定上の法的権利を強く主張したため、新国鉄路総工士は、アレクサンドル・パブロフによるパブロフ3条件を受け入れなければならなくなった。しかし、香港上海銀行としては、この3条件は決して受け入れられるものではなく、 しかも予備契約の規定により、3ヶ月以内、すなわち9月14日までに、この問題を解決しなければならなかった。1898年8月10日、第三次ソウルズベリー公爵内閣の第一、大倉卿で、庶民院の院内総務であったアーサー・バルフォアは、庶民院での演説で、中国分割において、勢力権という概念は否定されるべきものであり、代わりに、 利益範囲という概念を導入すべきことを主張した。これは、当該範囲内において、範囲設定国は、他国企業を排除できる権利を有するが、しかし、通称の文庫は常に開放しなければならないという、もので、イギリス資本主義の利益に沿った文庫開放政策の主張だった。一方、ロシアはあくまで、新刻北東部を排他的な自国の独占市場、つまり、 勢力圏と考えており、この地を門戸開放するつもりはなかった。アーサー・バルフォア・パーベル・レサール8月12日、バルフォア首相代理は、ロンドンで、ロシア中英代理公使のパーベル・ミハイロビチ・レサールと、会談した。レサール代理公使は、この会談で2つの重要な提案を行った。それは、新国政府の保障により、香港・上海銀行が計さぐ鉄道に借鑑を、 供与することイギリスの超高流域の鉄道権益とロシアの満州における鉄道権益等を相互に承認することの二つであった。香港上海銀行としては担保を取らずに新国政府の保障という曖昧かつ変則的な方法では借款供与できないはずであったが、一方で借款契約が不成立ということになれば、 従前投下した資本が回収できなくなる事態も考慮され、他に例のないレギュラーな条件であることは承知の上で、ともかくも借款を供与することに決めた。バルフォアはイギリス中ロ大使のチャールズ・スコットを通じて、レサール提案への回答をロシア側に伝達した。その回答とは、まず、K サ鉄道の建設には、香港・上海銀行の借款を充当するが、 同鉄道の管理は、新国政府に委ねられることとし、清以外の国がこれを担保としないこと、そして、レサール提案のエ露ロ鉄道協定を前向きに、検討することであった。すなわち、エ露ロ鉄道協定の成立と引き換えに、計、捧ぐ鉄道借鑑契約の承認を、ロシア側に求めたのであった。これを受けて、ロシア側は、計捧ぐ鉄道借鑑契約の妨害を月日を、 持って収束させ、10月10日、香港上海銀行と新国鉄路走行使との間で K、笹サ,サ鉄道借還契約が結ばれ、これにより K 笹サ,サ鉄道はイギリスの権益として正式に認められた。K 笹サ,サ鉄道はイギリスにとってロシアの鉄道による北京への進出を防止する上で有益とみられ、またイギリスの満州貿易の中心である栄光と首都北京が 鉄路によって結びつけられるという点で重要であった。その背景には、ロシアの建設した統制鉄道がシベリア鉄道のゲージと同じ5フィートの後期であったのに、対し、軽捧ぐ鉄道はイギリスが標準機に定めた4フィート8.5インチのゲージを使用しており、新国北東部にイギリスによる標準機の鉄道圏を形成してきた経緯がある。そのため、ロシアが 東西鉄道を延長して、南下政策を取ろうとすれば、勢いイギリスの鉄道圏と衝突することとなる。それだけに、ロシアも、イギリスの軽捧ぐ鉄道の建設に反発を強め、法的には、咀嚼条約追加第3条によって、技術的には、主任技師をロシア人技師に交代させることによって、イギリスの軽捧ぐ鉄道建設を妨害してきたので、ある。これに対し、 イギリスはロシアの長高流域への進出が抑えられるのであれば、たとえ計算ぐ鉄道借還契約の条件で情報を求められるのであっても、レサールの提案は検討に値するものであった。イギリスはドイツとの間にも同様の交換協定を成立させようと考えており、1898年9月2日、英独鉄道協定が成立した。したがって、 英露間で同様の鉄道協定が結ばれるならば、イギリスは超高流域を自国の利益範囲とすることについて、独ロ両国からの承認が得られることとなる。レサールの提案した英露協定には、シベリア鉄道建設やロキヨシ銀行への財政援助を続けてきたフランスも支持を与えていることを考慮すると、主だった列強からの了解が得られるわけである。ただし、 英露交渉には、英独交渉にはない経済問題が横たわっていた。軍事拠点であるイカイエを除けばイギリスは三島半島に経済権益を有していなかったのに対し、満州には英雄を中心とする貿易活動があり、そこに配慮しなければならなかったのである。イギリスにとって満州の権益は超高流域ほど価値の高いものではなかったにせよ。 警察サグ鉄道とともに満州貿易のすべてを放棄することはできなかった。イギリス首相ソールズベリー公爵は、エーロ鉄道協定が成立しても、イギリスの満州貿易には影響がないよう配慮することを約束したが、これは現地のイギリス商工会議所の不安を解消しようとしての発言だった。ミハイル・グラビオフエーロ鉄道協定交渉は、ロト・サンクト・ペテルブルクにおいて、 イギリス大使、チャールズ・スコットと、ロシア外相、ミハイル・ムラビーオフの間で進められた。ところが、10月のササぐ鉄道借款契約調印以降、ロシアは協定成立への熱意を示さなくなってしまった。これは、一つには、借款契約の正式調印にあたってロシアは、イギリスから大幅な情報を引き出し、6月来の抗議の目的を、ひとまず達成したためであり、 もう一つは、ロシア蔵商、セルゲイ・ウィッテが、この協定に反対していたためであった。鉄道出身者である、ウィッテ自身、シベリア鉄道、東西鉄道の建設を強力に推し進めてきた当事者であり、また、彼の背後には、ロキヨシ銀行があったところから、ケイ・ササグ鉄道が、新国が保有、管理する鉄道となっても、満州における、イギリスの鉄道権益であることには、 代わりがなく、基本的に、イギリスからの経捧ぐ鉄道からの借款供与を歓迎していなかった。1899年2月からは、香港上海銀行からの借款が始まったが、ロシアは再び、香港上海銀行の借款に抗議を示した。ロシアの抗議は、借款契約の第三条が経捧ぐ鉄道の運賃収入が、借款の代価となっていること。 第6条がイギリス人主任儀士が引き続きその地位にあることなどであった。ソールズベリー公爵はこれに対して逐一説明し反論した。8月のバルフォアレサール会談において、エーロ鉄道協定の大枠はすでに決まっていたが、ウィッテの反対もあり、協定案文の討議は遅延意味であった。3月になり、ようやくロシアからの最終案文が示されたが、 主任義士問題などのため最終的な合意はさらに遅れた。1899年4月29日、イギリスとロシアは、英路鉄道協定を結び、ロシアは、超交流域において、鉄道不設権を求めず、また、他国による、同様の企てを支援しないことを約束し、イギリスは、万里の頂上以北の満州において、同様の対応を取ることを取り決めた。 調印地は、サンクトペテルブルク、調印者は、イギリス中ロ大使、チャールズ・スコットと、ロシア外相、ミハイル・ムラビオフであった。これにより、中国分割における、英ロ対立は、一応の収束を見た。ロバートガスコインセシルこの協定は、イギリスが満州における、ロシアの鉄道建設を、ロシアが様子交流域における、イギリスの鉄道建設を相互に認め合う、いわば、 ミツル上げ交換論の結実であった。また、一面では、イギリス首相ソールズベリー公爵が、ビルヘルム2世を皇帝にいただくドイツに対して強い、警戒感を抱き、それよりも、ロシアを優先して、融和政策を採用するという姿勢の現れでもあった。一方、この協定の願目は協定そのものよりも、協定の付属合意に組み入れられた形。 捧ぐ鉄道借管契約に関する英露両国の了解にあったとみなす指摘がある。すなわち、イギリスは山海間から満州へと進む鉄路を自己建設することはできなくなってしまったが、その一方で K 捧ぐ鉄道を申告管理による申告保有の鉄道という形で譲歩することにより、K 捧ぐ鉄道におけるイギリスの既得権を 一定程度ロシアに認めさせることに成功したというのである。ソールズベリー公の外交政策は必ずしも従来栄光ある孤立と固定的に言われてきたような単純な孤立主義ではなかったことが明らかになってきているが、この協定も19世紀末用のイギリスがロシアやフランスとの協調を常に伺ってきたことを示す恒例と言える。そのような傾向は 疑話団の乱没発後も続き、1901年11月5日の閣議で外相ランズダウン公爵によって対ロシア交渉停止の提案と日英協約総案が提出される。その直前まで日本との交渉よりも対ロシア交渉が常に優先されてきたのであった。日英同盟はロシア帝国がこの協定に反して計算サグ鉄道建設を侵害するという事態が生じて、 初めて具現化するのである。ありがとうございます。